いい、まるでカップルじゃないですか。いや大丈夫かお前、大丈夫じゃないですよ。お砂糖なろう。はいどうも、実況者でなく絶叫者の中野内です。今回は VR チャットやっていきたいと思うんですけども、ドッキリ企画やっていきたいと思います。その内容とは、男性配信者をガチで口説いた女の子が実は男ドッキリ。残酷です。まずはじめにですね、男女の声を出せる人のことを両生類と言うんですけども、今回その両生類のレーランさんをお呼びしまして、とある配信者を騙していこうと思います。今回騙す相手ははい、昔からのね、付き合いで仲良くさせてもらってるんですけども、申し訳ないけど騙します。今回の設定はですね、織田信成は男がキュンとする女の子の言葉ベスト5を当てろという、今思えばクソ適当なね、偽企画をしていきます。それを恋愛シチュエーションを交えながら、男性に扮したレイランさんが織田信を全力で口説いていただきます。そして完全に女性ということを意識させたところで、最後に男の声でびっくりさせるという、そんな流れでいきたいと思います。さあどんな反応するのか注目しながらご覧ください。それではどうぞ。あ、来た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 、お待たせしました。あ、紹介します。野良で出会った女の子、レイナさん。はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。男の子準備してきてくださいって言ったの俺、織田信に。何でもいいから。はい、ちょっとずれてんだよね、世界観が。全部中野内さんのご要望にお答えできなかったアバターを持ってきてしまいました。いくつか持ってきたんだよね、いくつかね。一番気に入ったやつ、まずこれちょっと。一番気に入ったやつちょっとね、今の時代背景とは合ってないのかなっていう気がしつつ、もう一つになるのかな。これもなんかちょっとダメっぽいんですよ。で、最終的にこれが大丈夫。ポリゴン的にね、ちょっとアバターあの中だったら誰が相手がいいですか。これでいいですか。きついきつい。あっ、この子はこんぐらい。あー、うん、あー、いいねいいねいいね。これでいけます、演技。頑張ります。わあ、緊張する。わあ、すごく緊張します。自分で変なこと言わないか、すごく怖いです。はい、ということで今日はね、織田信、そして、レイナさんを呼んでね、今日は恋愛企画をやりたいと思います。恋愛、そうです。好きな人をキュンさせる言葉10選ランキングを当ててください。拙者がなんで自分のことを拙者って言うの。うわー、一方的に言われてキュンってする言葉を言われ続けるっていう最強企画じゃないですか。よろしくお願いします。これから行きましょう。今共有される感じ。はい、 OK です。じゃあこのセリフだったらどこから行きましょうかね。でも例えばあっち歩きながらでも5位はあー OKOK わかりました甘えてもいい？いいよ。いい感じに挨拶して OK。 よーい、はい。私いつも織田信君って呼んでるじゃん、うん、そうだね。え、信君って呼んでもいい？おいいよ。ただね、ずっと今日デートするの楽しみで。ずっと私、ノブ君のこと考えてたんだ。僕も考えてた、玲奈ちゃんのこと。ずっとノブ君のこと考えてたんだ。いや、恥ずかしいな。まさか玲奈さんも僕と同じこと考えてたなんて。いやー、今日はなんか暑いね。はい、カットー。待って、恥ずかしい。ちょっとあー、いいなこれは。何位か分かる？これはわかる？なん分かる？分かる。もう5位から1位の間です。うんうんうん、はい、私もアドリブだし、うん、そうだよね。ノブくんもアドリブでいい。アドリブ。おいおい、ノブくんってちょっとこれ背筋が伸びちゃうよこれ。じゃああっち見てよ。もうちょっとこっち来て。もっと来て。あ、恥ずかしい。待って、私の方が恥ずかしいんだって。あ、遊びよ。おお、こんなのいい。まるでカップルじゃないですか。いや、大丈夫かお前。大丈夫じゃないですよ。なんで敬語なんだよ急に。え、あっち向いてた方がいい？あ、まあまあ、そうね、立ってるからね。雰囲気でこっち見て。任せて。見てないし。よーい。はい。私さ、毎回あんまり、まあデートできないっていうのもあると思うんだ。お互いずっと忙しくて。そうだね。こういうデートとかさ、そういうのできるのすごい嬉しいんだ。その、一緒に遊んでたりとか、いろんなとこもあったりするときに、そのノブくんが笑ってくれるその笑顔が私はすごい大好きなんだ。なんだか体がほてってきたな。今すぐにでも目の前の海に飛び込みたい気分だよ。やだ。いや、今のあって思って、よしってなっちゃった。本当に恥ずかしい。多分どっちも恥ずかしいと思う。多分玲奈さんの方が恥ずかしいと思うこれは。いや、一番大変だと思う今。大丈夫だよ、安心して、全部返すから。オッケー。よーい、はい。ちゃんと伝えるから、ちゃんと聞いてほしいんだけど、一回しか言わないから。一回？わかった。好きだよ、ノブ。僕も好きです。可愛すぎて仕方ない。どうしよう。撮影するけど来る？みたいな。あ、オッケーみたいな感じ。なんかそんな感じだったけども、全然内容が濃密すぎる。なんだこれ。落ち着いてね。休憩いる？玲奈さん休憩いる？大丈夫？無理。いらない。やだ。もうちょろい玲奈さんも可愛いっすよ。やめてください。やばい。マジでなる。そういうの。なんで電車に入ってどうすんだよ。今ね撮ってる。持ってきて。え？そんなびっくりしたの。勇気を持ってもう一歩。ああ、近い。じゃあ玲奈さんに合わせます。全然行ってください、行ける時。はい。ああ、大丈夫ですよ。なんか優しいんだけど、やめてほしい。でも近い。やだ。いいよ。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きまーす。はい、よーい。はい。今日も一緒にデートしてくれてありがとう。うん。こっちこそありがとう。確か、こういうとこ行ったことなかったの？うん。全部が、初めてなんだ。ノブくんが。うん。私の初めてが、ノブくんだよ。電車ってさ、うん、黄色いライン越えちゃダメなの知ってる？うん。今日二人でイエローライン越えちゃおうか。うん、何それ、わかんない。お前も口説こうとすんなよな。おい、超えちゃった。ごめんごめん。あ、ちょっと超えちゃったわ。これからね、いろんな初めてってのを二人でね、育んでいくわけだからさ。聞いてる？あ、ちょっとやめてよ。これが初めてだよ、私にとって。どうか私の初めてだよ。こんな撮影も初めて。言うてね、僕も初めてですよ。うん、そうだね、確かに初めての撮影がこれだからね。そう、今のはね、VR チャット。もうお砂糖なろも。知ってる？お砂糖って。知ってる。ちょっと、あ、俺ミュートにしよっか。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと。俺抜けようか、一回。いいよ。今日は、ちょっと、とりあえず、撮影っていうところで、ちょっと、まだ。ほら、まだもう一つ残ってるから。ああ、はいはい、そう。ああ、ちょっと待って、そう。最後だと思って全部ぶつけてきてください。え、この距離感の方がいい？こっちがいい？おっとっとっとその距離感でもいいかも。え、わかんないってよ。わかんない、シチュエーションがわからなすぎる。これわかんなすぎる。震えすぎだろお前。これにしよう。やばい、ちょっと無理かもしんねえ。ちょっとやばい。はい、いきまーす。はい、よーい。はい。今日私の気持ち聞いてくれてありがとう。うん。なんか、いっぱい思いを聞けて、すごいよかった。ずっとそばにいてね。当たり前だろ。好きだ。ありがとうよこすか。おい。あー、どっか行ったぞ。レイナさん、追いかけないと。レイナさん。え、マジで？もしかしてここにいなくなってしまった、この世界から。あ、いた。ん？何？ちょっと僕も思い伝えたいなと思って。ごめんね、でも。何？レイナさん。うん。恥ずかしかったのかな、なんか先言っちゃったから。うん。あのさ。僕、本当は中野地君のことが好きなんだ。だから。そっか。うん。ごめん。いいよ。またね、またご一緒できたらいいな。嬉しいな。そう？うん、嬉しい。やったー。また遊ぼう。友達からでもいいです。え、ちょ、優しい。え、何言ってんだよお前。私聞いてないよこれ何。俺も聞いてねえよ。聞いてない。勝手に始まったなんか。勝手になんかストーリー。勝手に始まったのはこの人だよ。急にボーイズラブ感出すなよおい。なんだ今の。お前だわ。ごめんなさい。ごめんなさい急に始めちまった。なんで二人がくっつくみたいな流れだったんだ。わかんないよ。いやーありがとうございましたお二方、はい、本当にお疲れ様です。今もう本当に暑い。さマジで集まる前に風呂入ったけど超暑いの今ということで企画忘れてませんか。でも大丈夫ですか。何が1位か、はい、そっかそうですね企画か。なんならまあ1位だけを当てても、うん、これは玲奈さんは満足するんじゃないですか。どうですか。どう思ってくれたかだけでいい。はい、当ててもらえたらそれ嬉しいけど。今のが1位でいいですか。一番下からいきますかじゃあ。はい。5位がですね、多分、あーでもどれも。ランキング全部外れてます。うそよ。なんだお前。誰だお前。感情輸入しちゃうから私半分好きだったもん。何やめてほしい。何？おなどない降りてこい。イエイありがとう。いやー本当にあとレイランさんもありがとう。本当にお疲れ様でした。ああいや本当にありがとう。ああいいえおいおいじゃあまたはいお疲れ様でした。またおいああお疲れ様でした。おいじゃあねお疲れ様でした。じゃあまた違うだろ。じゃあねバイ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 。おいなんだおい、あいつ、ちんちん履いとるやないかい。はい、ドッキリ大成功。きっせー、お前。じゃあ、ちょっと呼びますか。ちょっと呼びますね。いやー、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。見事に。いやーね、いやー、本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。非常に楽しかったですね。あまりにも演技が上手すぎるだろう。はじめましてレイランと言います。レイナさんではなくレイランさん。説明したから分かったですじゃないんだよ。織田信長騙されたじゃん今日。俺ね実はこの前騙されたんです。あ別のじゃあ撮影みたいなのがあったってこと。別の撮影で呼ばれて騙されちゃったんです俺。だからこの誰かに八つ当たりしたいなっていうことで今回呼びました。バカだはいとても気分はいいです。いや別に悪くなかったな。じゃあとりあえずお砂糖になりますか。はいわかりましたなりました。受け止めました。